先行ワンキルデッキなのに先行が取れないモリンフェンは、ついにデュエリストカップで遊び始めた。そう、後攻からどれだけダメージを持って相手をぶん殴れるかという、悪魔の遊戯である。もちろん構築は1ミリもいじっていない。あくまでいつもの先行ワンキルデッキで、とにかく火力を上げて高ダメージを叩き出すのだ。これはそんな悪魔の挑戦の物語である。だがあえて一つだけ言っておこう。デュエリストカップで遊ぶな。妨害はいつもの感じで突破しました。なので前半は省略。射点を2倍にしてあげる。攻撃力 38,400。インフィニティがおやつの時間。じゃあな、苦しむ間もなく死ね。記録、35,400 ダメージ。これはもう言ったでしょ。さすがにこれを超える記録は出ないって。モリンフェンの優勝は確実だな。だがその考えが甘かったのである。アークリベリオン効果発動。打点を2倍にしてあげる。攻撃力 37,400。おら、埋葬してやるよ。二度と墓地から出れねえように。記録、35,700 ダメージ。僅差でこっちの方が勝ちました。一つ前のモリンフェンは敗退ですね。まあこれが最高記録ということで、いいな、それが胃の中のモリンフェンだった。うわぁ、なんかいっぱいモンスターが並んでるね。打点を2倍にしてあげる。攻撃力38,000。ああ、守備力ゼロのモンスターを出してるお前が悪い。記録、38,000 ダメージ。またしても記録が破られてしまった。これがデュエリストカップの悪魔か。でもさすがに4万は超えられない。それを世間ではフラグというのだよ。全妨害突破したけどなんか盤面がやべえことになってんな。いつものように月光で月光を蘇生します。親の顔より見た月光展開。レベル4が2体、来るぞモリンフェン。打点を2倍にしてあげる。攻撃力 42,600。誤解心で償え。記録、42,600 ダメージ。まさかの3万超えて4万の大台に突入。これは絶対に優勝だね。だって4万だもの。こうしてモリンフェンのデュエリストカップは幕を閉じた。だが安心してほしい。月光チキチキダメージレースはいつでも挑戦者を受け付けているぞ。いつかモリンフェンの記録を破る猛者が現れることを願う。そして最後に一つ言っておく。デュエリストカップで遊ぶな。チャンネル登録、高評価をしてくれないと、高校からアークリベリオンが殴ってくるよ。ワンパンだよ。